皆さんこんにちは、鉄道チャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日は鉄道模型を購入したのでご紹介したいと思います。今回購入したのはこちら、名鉄6500系5次車と名鉄6800系1次車のご紹介です。どちらもグリーンマックスから発売された商品になります。ということで、こちらどういう電車かと言いますと、名鉄の3扉の通勤電車で、顔に特徴のある鉄仮面というね、あだ名がついている通勤電車、名鉄の電車になります。で、それぞれ6500系と6800系っていう形式がついてますが、見た目はほとんど一緒です。4両編成が6500系で、2両編成が6800系と呼びます。まあ、ちなみに6800系って同じ名前がついてても、全く違う顔の電車になったりします。ここら辺が名鉄の形式の付け方がちょっと不思議なところでございますが、その辺はですね、僕はいつもこの本を参考にしております。2009年に発売された鉄道ピクトリアルの臨時増刊号、名鉄特集でございます。ということで、6年前に発売された本ですけれども、これが多分鉄道ピクトリアルから出てる特集号では名鉄は一番新しいやつだと思いますが、だいたいいつも僕はこれを見てですね、いろいろ調べたりしています。で、車両の紹介はですね、今回はここに書いてあることをちょっと読んでみたいと思います。6500系は6000系の4連の後継として1984年に登場した。開示直波制御や回生ブレーキ、静止型補助電源装置を採用して高効率化や保守軽減を図るとともに、車体の仕様を変更して居住性や機能性を高めた。1992年まで8次にわたり4連24本が製造された。ということで、その中の5次車です。1987年11月に2本が登場し、今回から6800系と同時製造になった。運転室扉と客室扉の間に明かり取り用の固定式小窓を設けている。冷房装置は各車3台に増設し、ロス内は廃止した。これに伴い補助電源装置の容量を増強したということだそうです。続いて6800系、2連の3扉通勤車も6500系と同様に車体や機器の仕様を変更し、1987年に6800系として登場した。開示点火0時制御を採用している。1992年まで6時にわたり2連39本が製造されたが、6500系と並行して製造されたため共通の仕様変更があるということで、この一次車ですね、一次車として1987年12月に4本が登場した。編成は6800から6900、車体は6500系5次車と同構造の全面非貫通型である。制御方式は回生ブレーキ付き開示点火0時制御で、三菱製 ABFM を採用した。主電動機は 150kW 直巻き、台車は SU 型民電式 FF521C および FS098C で、6500系とはブレーキシリンダー系が異なる。その他の機器の仕様は6500系5次車と同様である。
以上が今回購入したグリーンマックスの名鉄6500系5次車と6800系1次車のご紹介でした。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は上のチャンネル登録ボタンから、スマホタブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あとツイッターのフォローもお願いいたします。